次は野田崎組による島切り、丹大組による切り返しを続けてご覧いただきます。島切りは令和に次ぐ儀礼的な演目で、令和とは全く異なる太鼓の調子で踊られ、藍染め瓦の狂いでは鹿たちの小競り合いが演じられ、後にまた仲良く遊ぶといった鹿たちの情操を表現した演目です。切り返しは礼儀は島切りに次ぐ儀礼的な演目で、トンボ返りをしたり2人または3人で飛び跳ねたりする中山狂いが見どころです。それでは2演目続けてご覧ください。Thank you.